というか、いつも、仲良くしてもらってる人たちと作る雑誌っていうか本っていうことで、まあちょっと気持ちは若干違いますからね。屋上のやつと、はい、屋上のこの中途中まで脱いでるやつが、はい、色合いがめちゃくちゃ綺麗、うん、あのコートがベージュでこう黒いシャツにあの黄緑かあの蛍光色だったんですけど、結構パキッとしたのとこの柔らかめの感じがすごい綺麗だった。それと最初の方に撮ったこのなんか腕まくってるやつですかね、いいなと思いました。やっぱ目線ありなのが多かったイメージですかね、うん、今日は特に、まあ、舞台ももちろん繊細なんですけど、違う意味で繊細というか、まあ、顔もそうですし、体も一つ全部映ると思うので、まあ、持っていくものというか、あの気持ちも多分全然違うかなと思いますけど、うん、まあ、大人にならなきゃいけないっていう、難しいっていうか、まあ、もう時間に身を任せるしかないっていうか、まあ、現場を経て成長していくんだろうなって思うと、別に無理にこう力まずやっていこうがいいんだろうなっていうふうに21になって、気づいたのかなっていう感じですね。今の自分として生きていくってことですかね。ご視聴ありがとうございます。そうですね、撮影して、僕も出来上がりが楽しみなんで、出来上がったものを、じゃあ皆さんも楽しみにしていただいて、他のね、所属の、俳優さんだったり、アーティストさんだったり、楽しみです。すごい。早く見たいですね。はい。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。